お、ふくりぽはん。チーズ。いらっしゃい、僕ミッケル。ここだね。水あるやん。海水あったらそっから水の抽出ぐらいできんだろ。あ、500年前か。じゃあ無理だわ。現代の科学力無双しなきゃ。過去に転生したら。海も枯れてるのかと思ったら、そんなこと全然なかったぜ。宿屋。フォルテシモ？ピッコロか？ 30 ゴールド。武器屋。防具屋。まあ、変わりませんな。で、うんうん。オッケー。次は奇跡の剣もらいますからね。跳躍層、お、跳躍層って初めて見た。特約までしか知らなかった。ちょっとやばい、アイテム個数がやばい。さ、300だと。マジか、まさしく超薬草だ。FF で言うてエクスポーションぐらいだな、これ。お告げを聞く。てか銀行がねえんだよな、あったっけ。まあいっか。さてさて、すごいね、猫耳っぽいプクリポ。まだ来てないのか。珍しい、こんな場所に立て続けに客人が来るなんて。男か女か分かりにくい声。この声は、ね、多分彼だな。フォステイル、フォステイル、フォステイルさん。コントロール F、 フォーステイル、サイガミツキ。ここのページで紹介している人は正直あんまり有名なキャラとは言いづらいんじゃないですかね。俺だとドリフターズ見てるから。さあ、一般に分かりやすい人といえば誰だろうね。まあ名前だけ聞いてすぐ分かる人もいると思うんだけど、もう主役級も毎年しっかりしてるしね。稲妻イレブンのタクト。微妙かな。会話を続けながら。ああ、失礼、申し遅れた。私の名はフォステイル。今は訳あってここに身を。ブラッククローバーのヘンリー。イルマ君のオペラ、ね、不滅のあなたへの早瀬。ね、俺やっぱドリフターズの夏の夜市だよね、俺の中では。結構ゲームにも出てるんでね、こういう中性系、中性それの意味がわからんが、中性系のキャラのね、男の子の声をしてることが多いね。ところで、どうしてこんなところに。君も四術師の一人である私に何か用が。エルジュ。ああ、もう来たんだ。 あのハジャブネ氏の少年か。確かに少し前にここに来たよ。私に継承の儀をするよう頼みに来たのさ。彼の申し出はもちろん引き受ける。だがその前に彼には試練を兼ねて。二つ目の試練は何ですかね。私の頼みを聞いてもらっているんだ。フェイの最終ダンジョンで99回を突破しろ。嫌な試練だわ。その頼みとは、ランドンクイナという魔物が時折落とす氷鳥の羽を手に入れてくること。彼は
その話を聞くとすぐにここを飛び出していったよ。ということで討伐ミッションですね。ただ私は危険だから一緒に行こうと誘ったのだがなぜか彼は一人で行くと言い張ったんだ。無能だね。今度は誰の手も借りないと。今度は何もお前一回目何もしてねえからな。ここに来るまでに何があったか知らないが彼の固くなさに私は不安を覚えている。春の嵐のような激しい不安をね。どうやら君は旅慣れているようだね。すまないがエルジュに手を貸してやってくれないか。いや、ありがとう、助かった。それではランドンフットってあったね。現世にもこの南西にあるランドンフットへ向かってくれないか。エルジュと力を合わせてその地に生息するランドンクイナを倒し氷鳥の羽を手に入れてきてくれ。一人で行っちゃったみたい。でもそれじゃダメなの。まあ俺は一人でも余裕やけどな。真に強いものは仲間なんぞいらんのじゃ。どうせ仲間という名のね、肉壁が増えるかどうかだけだからね。お、赤いアイスクリーム発見。レッドプリンだ。そう、ちょっと素早さが遅すぎるな。素早さ上げるアクセサリー欲しいな。さすがに雑魚には先制したいよね。もしくはバトルマスターになるか。あー憧れのバトルマスターになりたいな、ならなくちゃ絶対なって。ちょっと広っ。お、こいつか。いや、エルジはまずはスライムと戦うところから始めないとダメだね。バーカバーカ。ま、待て。高そうな剣持ちやがって。またお前か。今度は何だ。何、僕と協力して氷鳥の羽を手に入れるようフォステイルに頼まれただと。お前の協力なんて必要ない。これくらい一人でやってみせるさ。お前はお前で勝手に氷鳥の羽を手に入れてフォステイルのところへ持っていけばいい。そうだね、俺が直接習った方が早いんじゃないか。まあどうせ僕が先に手に入れて向こうに戻っているだろうけどな。腕に矢を受けてしまってな。お、いるじゃん。ランドクイナーです。そこです。強い。あ、魔獣の皮。あ、一発ではない。あ、あいつ逃げようとしてるね。不意をつかれた、ね、ダメージ1。あれ、クソザコナメクジじゃねえか。いや、一度ダメージ食らって怒ってんじゃねえよ。新鮮な卵だ。あ、楽勝だった。さあどうすんだ。荒野の集落ってある、ちょっと行ってみる。これが最後かなっぽいな。
何の用だ、ね、大型ドワーフしか住んどらんぞ、ね、死にたくなければ出てけ。ただまー、おかえりね。羽を手に入れたようだね。はーい。ありがとう。助かった。これでパルカラス王国の人々を救える。パルカラス。また新しい言葉が出てきた。ところでエルジュは一緒じゃないのか。まだここには戻ってきていないが。お。どうだ、自力で手に入れれたかな。ああ、エルジュ。あ、アオリオルはどうせ手に入れてないんでしょ。氷鳥の羽を持ってきてくれたのか。壁にぶち当たるの早い。そうか、氷鳥の羽を手に入れることはできなかったのか。必要なものは手に入ったんだろう。いや、まだ僕が何かしないと継承の儀をしてくれないのか。ちょっとその理屈はおかしいだろう。お前何もしてねえじゃねえか。まあいいだろう。彼に免じて継承の儀を始めることにしよう。ちっちゃい、かわいい。うわ、上から来るぞ、気をつけろ。元気玉見て。よし、ちっちゃいな。これで君にハジャブネを作り出す魔力が備わったはずだ。ハジャブネって作るものか。そうか。だが今の君ではまだハジャブネを自由に操ることはできない。あと一つ継承の儀が残っているからね。そんなことは分かってるさ。だが、あれ、ちょっとこれまずい流れじゃねえ。操ることもできないね。試してみるとしよう。はじゃぶね作って突っ込んでいきそうで怖いぞ。お前も来いよ。かわいいな、プクリポ。持って帰るか、この可愛いプクリポ。いいかい、精神を集中し作り出す船をイメージするんだ。そして魔力を一気に解き放て。呼んだ。下から来るぞ、気をつけろ。僕のハジャブネ。おお。ダメだ、これ以上は限界だ。初めてにしては上出来さ。さすがはあのベルンハルトのご子息といったところか。二人とも今日は疲れただろう。この岩屋で疲れることなんてなかったっすけどね。1ダメージを2回食らった程度なんで。なんだお前、眠れないのか。
まったく、つくづくおかしなやつだな。頼んでもないのにどこまでもついてきて。父さんはレンダーシアの大国グランゼドーラお抱えの術師だ。グランゼドーラってどこなんだろうね。全くわかんない。私は大勢いたし、信頼も厚かった。僕はそんな父さんの誇り高きハジャブネ氏の血を引いているんだ。できないことなんて何もないと思ってた。なのにおめえほんと何もできねえな。お前名前は？そうか、お前らしい変な名前だな。ひどいこと言われた。トンヌラです。僕は今まで他人の苦しみなんて考えたこともなかった。人のために命を懸けた父さんの気持ちもずっと理解できなかった。でも今はなんとなくわかる気がする。誰かを助けたいと思った父さんの気持ちが。そうかな。レイダメテス。まだだ、まだ終わらんぞ。ランドン山脈の通り道になっているのか。これはさっきの羽を使うのかな、もしかして。見ろ、山頂に触れそうだ。レイダメテスが少しずつ下降を始めているんだ。光の防壁ではこれ以上レイダメテスを防ぎ続けることはできないだろう。グレン城も長くは持たない。戻ろう。明日に備えなくては。もうゆっくりしてはいられない。ゆっくりしていってね。エルジュ、最後の術師はランドンフットの北西部にある荒野の集落に身を寄せている。さっきのは王がガミルゴという男だ。ドワーフのところかな。だがガミルゴは人間である君に簡単には手を貸してくれないだろう。人間嫌いだからね。心配は無用だ。フォステイル、世話になったな。お、礼が言えるようになってる。おや。あ、もしかして。行こう。お、なんだよ、変なこと言ったか。成長が見られますね。ついてくるんだろう。君がいてくれて本当に助かったよ。ガミルゴはランドフットの北西部荒野の集落にいるぞ。セーブセーブ。よし、行くぞ。あれ。パーティー入ってねえ。しょうがないね。飛んだ方が早かったか。まあいっか。おお、シールドオーガ君いるじゃないですか。どうやらね、宝箱はもう鍵付きのやつになったみたいなんで、あんまり探索してもしょうがないかなって。細い。クソザコ。クソザコしかいねえ。さあ来ましたよ、来ましたよ。人間かい、見てるだけでイライラしてくるぜ。どっか行っちまえよ。人間嫌われてますね。鱗装備。人間が気安く俺様に近づくとはなかなか合わせてくれるじゃねえかよ。え、ふっかけられてんのかこら。これももしかして。お、神は分け隔てなく人間の声にも。
神父様は大丈夫でした。人間嫌いが多いけど、人間も止めてあげるよ、ね、私は鉄の道でつなぐという一大プロジェクトのためにね、オーグリード大陸に来ていたのだよ。しかし人間たちのせいで全てディーナシだ。人間は嫌われてますね、クズ。人間が何の用だ、ね、我らオーガとドワフしか住んでおらんぞ、ね、ガミルゴ様に用がある。中央のテントだ。人間と話すとは思えんがな。さあ、カミルゴはオーガっぽいね。人間め、何の用だ。ガミルゴ様は人間とは話さん。人間よ、今すぐ立ち去るのだ。さもなくば我が剣で。まあ待て、二人とも。カミルゴ、カミルゴ、ガミルゴだ。人間どもがここに来やがるとはなかなかいい度胸じゃねえか。いい度胸じゃねえか。一体何しに来やがったんだ。ガミルゴ声優ドラクエ10。お、いるか、カミルゴさん。あれ、あ、術師ガミルゴとお見受けする。ダメみたいですね。ハジャブネシベルンハルトの息子エルジュ、継承の儀を受けに来た。ああ、お前がエルジュか。ベルンハルトがよくお前の話を。自慢の息子って親バカじゃねえか。自慢の息子だって言ってな。そうか、継承の儀をやってほしいのか。やだよやらん。まあそうですよね。なるほどな、フォステイルの言う通りだ。だがガミルゴ、僕は急いでいるんだ。継承の儀を行うための条件があるなら、もったいぶらずに早く行ってくれないか。貴様、なんだその態度は。まあこれはどっちもどっちだからいいか。条件ならあるぜ。大事なものを取り返してほしい。城じゃねえ、もしかしてこれ。だがお前にできるかな。取り返してほしいものですよね。それは絶対そんな流れだと思った。我が祖国グレン城だ。グレン城、我が祖国だと。何を言っているんだ。あそこは僕たち人間の城だ。人間め、よくも抜け抜けと。そうだ人間め、人間は嘘つきで泥棒だ。嘘つきは泥棒の始まりだぜ。お嬢。お嬢。人間なんかにガルミパパが力を貸すもんか。そこのエルフ、お前もなんで人間と一緒にいるんだ。ガルミ。ガルミ。ガルミ、少し静かにしろ。俺は小僧に話がある。お、ガルミさんは分かりますね。ガルミ、引坂理恵さんです。お、プリキュア出てるね。プリキュアのキュアエール、ね、不滅のあなたへのマーチ、わちゃプリマジのチムム。まあプリキュア、プリキュア、キュアエール、うん、キュアエールだそうです。静かにする。静かちゃん。小僧、話を戻すぜ。お前は何にも知らねえんだな。やれやれ、人間は汚ねえぜ。都合の悪いことは全部隠しやがる。おい、半人前のハジャブネシ、お前に教えてやるぜ。俺たちが人間を信用できねえわけよな。このね、ガミルゴの装備してる頭の帽子ね、もしあのこの装備をしてるやつがいたらフレンドから外しますね
のグレンジョはクソハズレガチャ装備ですからね。世界の大半が炎に焼かれた時、俺たちは城を解放し他の種族を受け入れたのさ。ほう、優しいね。そして皆の協力でなんとか生活していた。やっぱ潮ドアは、ね、悪いやつかな。人間どもが本性を表しやがってな。水の配分に不満を抱いた人間どもはいきなりグレンジョを乗っ取りやがった。そして他の種族を城から追い出したのさ。嘘だ嘘だ。そんなことが。俺たちをこんな辺境に追いやりやがって。自分たちが困ったら協力しろとは虫が良すぎるぜ。そう思わねえか。俺は人間に戦を仕掛けるぜ。そしてグレンジョをこの手に取り戻す。分かったらとっとと帰んな。そんなことしてる場合じゃないと思うんですけどね、セイロン。待て、ガミルゴ。今は戦争などしている場合ではない。グレンジョをオーガに返還するよう、僕がシオドアを説得してみせる。ずいぶん簡単に言うな、小僧。僕は本気だ。もう時間がないんだ。面白い。その話乗ってやる。小僧ごときに何ができるか見せてもらおうじゃないか。お前がグレンジョを俺たちに返還できたら、俺も戦をやめよう。継承の義もきっちりやってやるぜ。行こう。待て、お前ら信用できない。そうやって油断させて襲ってくる気だろう。な、何を言う。お前も子供だろ。子供は黙ってろ。子供なんだと。ガルミいい。あ、こいつの言うことも一理あるわな。そうだ、そうだ。よし、ガルミ。お前、こいつらについてけ。怪しい動きをしないか見張ってろ。は、はい、パパ。こいつらと。つべこべ抜かすな。お前が言い出したことだ。いいな。可愛い子には旅をさせろ。小僧、そっちもいいな。見られた。子供しかいねえんだけど、うちのパーティー。引率してるみてえだ。幼稚園の先生かな。ねえ、あいつ戦わねえんだな。オーガのくせにヒットポイント引く。聞いたところだ。何かあったら許さんからな。お嬢お嬢、説得できるわけないわ。そらそうだ、人間とエルフ騙されんからな。と子供たちばかり集まったわね、ガルミーさんって。偶然である。お、戦士の装備だ。どうせアタイラは焼かれて死んでいく運命さ。グレンジョを乗っ取るなんて下道じゃねえかよ。この装備あれっすよね、イレブンの最後の戦士の装備だから最強だよね、おそらく。 OK、 小さなメダル。ネルセン装備か、超強かったよね。あの3の戦士の男戦士の初期装備だからすげえダセんだけどね。思い知らせてやるわ。ウィース。人間に言ったことは秘密にしといてくださいね。ね、あのドラクエ3のエルフの里とは大違いやな。あいつら変幻の杖使わんと売ってくれんからな。やっぱ売り上げが大事なんやなって。
水あるやん。今ね、殺されてもおかしくないことしたよね。ただでさえ水がねえ、水がねえって言ってるところから水をパクったぜ。リアルに殺されてもおかしくないようなことをやってしまった。じゃあ、行こっか。